はい、こんにちは、斉藤浅です。では、これからですね、リハーサルマーク D、一期一会ですね。はい、ジェイク島子さんの一期一会、夏山さんバージョンですね、プレイヤーズセレクションの、楽譜で進めていきたいと思います。リハーサルマーク D なんですけども、前回ね、リハーサルマーク C のご説明しました。1、2小節目は、全く同じです。なので、そちらをね、ぜひ、リハーサルマーク C からご覧いただけるといいと思います。こういうところですね。ではやっていきましょうか。まずリハーサルマークにね、今ね聞いてもらった通り1、2小節目は同じなんです。2段目の、Em のところから始めていきますね。2、3、4、0になってますね。1弦からですね。4弦開放弦で、3弦薬指、2弦、中指、1弦薬指で2、3、4、ね、階段みたいですね。ね、押さえてください。ジークさん流入とステアウェイコードみたいな、階段コードっていうね、言うらしいです。ジークさんのね、実はジークさん、教則本出してるんですよ。めっちゃ、元気に飛んでるやつが。はい。そっちも、ね、もしね、ご興味あればね、ぜひ見てみてもいいと思いますが、レベルがいきなりこう、優しいところから、なんか、最高峰にこう、いきなりドーンみたいな、中間ないみたいな、楽譜ですけど、非常に面白いです。はい。じゃあ、次、2、3、4ですね。Em です。はい、ここで、一拍の中に3って書いてあって、これ一拍分なんです。3連符といって、一拍の中に3つ音を入れてくださいねという、ものなんですけども、これ難しく考えるよりかは、タンタンタン。で、2拍目がタン。じゃらーんと和音を弾いたら、タン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 。タン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 。ですね。はい。タンタンタン、これが一拍で、最後の1弦2フレットが2拍目の頭になりますから、1、2、2拍目に最後の2の音を弾けば OK です。ここで辻褄合わせてください。なんかちょっと溜めてる感じですよね。はい。3連、まあ厳密に考えると、まあタン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 タタタタタタってね、こうフレーズこの後伸びていきますけども、ありますけども、なんかまあなんか心込めてるというか、ちょっと溜めてる感じですよね。はい。なんとなくでいいと思います。なんか伴奏とかね、みんなで一緒に合奏するときはこうちゃんと合わせなきゃいけないですけど、ソロだったらね、まあ、そこまで厳密に、しなくてもいいと思いますし、もし3連、もっと細かく知りたいという方は、僕別の動画で、まあ、ストロークとかで、ご説明してる動画ありますので、そちらもぜひご覧ください。はい。で、タン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 ですよね。人差し指、中指、薬指。で、次が、4340の A7 の形になります。これですね、ちょっと指、あえて変えたいんですね。その後の展開を考えると、こちらの方が合理的だからです。1弦は4フレット、これ、薬指ですね。で、2弦は3フレット、人差し指。3弦4フレットは中指です。で、4弦は開放弦ですね。G7 の形です。それを2フレットそのまま上に上げると G、G シャープ。で、次 A じゃないですか。で、A7 になると。アルファベット順にこうね、ドレインファスラッシュド C、D、F、G、A、B の並びなので、G。で、半音上 G シャープ。で、次 A ってなってます。ここら辺ちょっとわかんない方はね、ぜひお調べください。はい。チューニングするときとかね、多分ね、されてると思う、大丈夫だと思うんですけども。で、4、3、4ですね。はい。じゃん。で、もう一回弾いてください。これ、スラッシュで書いてある音符って、反復記号だと思ってもいいです。ですね。はい。じゃん、じゃん、たん。で、最後、1弦4フレット弾いてもらって。はい。で、次、4、5、5。薬指だけじゃないです。他の指、一瞬離していいので、4弾で4、5、5でスライド、4、全部薬指です。4、5、5弾いたら右手引かず
薬指でスライド、タタタタ、こんな感じです。なので左手のこの薬指の移動で、これで音を鳴らす必要があります。結構カッカッって感じで、裏側の親指でこう押し出すようなイメージです、薬指を。はい、これでね、スライドの音出してください。ただこれ16分になってるので、こんな感じでなんか急いでスライドしちゃうと16分のタタタタのリズムにならないんですけど、タタタタでいきたいですね。タタ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 タとかね、こうね、早くスライドしちゃうと、リズム崩れちゃいますから、ちゃんとリズムに合わせてタタ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 タ、こうね、早く行かないようにしてください。はい、で薬指こう7フレットにスライドして上がりました。そしたらそのままです。4弦開放弦、3弦2弦ね、開放弦加えつつ1弦7フレットです。ゆっくり押してください。ターンターンターン、はい、で中指で5フレットです。で最後人差し指3フレットなんですが、薬指を押さえてる時に、まあ3フレットと人差し指、人差し指と5フレットの中指ですね、これ次の音もすでに準備しといて、押さえて離して押さえて離してっていう風に、もう離してから押さえてたら間に合わないんですよ。こんな感じで音途切れちゃいますから、すでにもう次の音をあらかじめもう押さえといて、その指を離せば次の音が自動的にもう鳴るぞぐらいの感じでやっていくと、指すぐ音がスムーズになります。ほとんどつなぎ目聞こえないと思うんですけども、離して押さえて離して押さえてになっちゃうとこんな感じになりますから、なんか美しくないですよね。はい、でこう指ね、届かないよっていう方いらっしゃるかもしれませんが、親指の位置やっぱね、気をつけてください。上の方に来てると1音ずつこう動いちゃうとですね、で指はやっぱ離れますから、まあ3フレットの裏くらいに置いとくと、でちょっと斜めにするのもいいかもしれないですね。親指動きませんから指が安定します。1音ずつこう動いてると、いちいちこうフォームが崩れてしまって、なんかどこに弦があるか一瞬分かりにくくなっちゃったりしやすいんですよ。親指アンカーですね、もう怒りのようにこう下ろしておいて、ここで安定させて、でそうすれば指が自由に動きやすくなるという考えです。はい、意外と気にしないですよね、親指ね、裏側は。はい、結構重要なんです。で次、7553来たら、次320と、なんか SP って書いてありますよね。3から2は人差し指スライドです。3フレットの音を弾いたら、人差し指を、まあ、親指の、ね、裏側の踏ん張り聞かせて2フレットにずらしてください。指の先っちょで押さえてください。指腹ベタって押さえちゃうとこうね、力入りにくいと思うので、指先でグッと押さえて、で2フレットこうグッとグッと、ちょっと指先最初ね、摩擦で痛いかもしれませんが、我慢してください、頑張ってください。ガッですね。3、2で、このあと2から0カイプリングなので、スライドしたら下にこう引っ掛けるようにして、離して開放弦を左手で鳴らしてください。右手はもう仕事ないです、ここまで左手で鳴らす。なので最初の音ちょっと強めに弾いておかないと途中で振動止まっちゃいますから、で素早くやると、まあ、繰り返しやってればね、慣れていきます。いきなりは多分なかなか難しいと思います。力とかね、タイミングとかが分かりにくい。はい、ハンマリングの時なんか変な雑音になっちゃう方とかね、まあですね、ちょっとこう放つのが何でしょう、ちょっと爪がこうカリンってこう最後途中で当たっちゃったりとかしますが、爪短く切ってください。で結構派手めにこう動かすと、やっぱりこう
いいですね。ちょっと近くやらないとまた爪がこうね、なんか当たっちゃったりとかしやすいですから。はい、これが320です。で3203、ここまでがメロディーですね。タラーラー、2弦3フレットは中指で押さえてもらって、でもう1回弾いてください。ですから親指ここだと2回しか弾いてないですよね。右手の親指がこんな感じです。で230、最後2フレットね、2弦2フレットは人差し指で押さえておいて、人差し指を押さえたまま次中指でハンマリングです。3フレットハンマリングで、ここを押さえたまま1弦開放弦、ね、中指が寝ちゃったりすると1弦になりませんから、しっかり立てて指先で全て行ってください。指先だけで。ちょっとこれ難しいですね。で、リズムとかちょっと分かりにくくなっちゃうと思うんで、リズムの拍の音にですねマークつけて、そこで足踏みましょう。タン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 、ここです。ここの音で、まあ、拍の頭なんで、必ずね、横線でこう、一つずつこう、区切られてると思うんですよね、ここね。それが一拍分ですから、その一拍の最初の音で足を踏む。ここが四分音符の頭になるわけですから、これが、踏めてないと、ここが、まあ、要はリズムの命綱なんですよね。ここがブレちゃうと、まあ、曲全体がブレちゃうんで、ここで足踏むと。はい、でこの後すぐリハーサルマーク C に戻りますから、タラタラララタラタラ、これまたハンマリングにね、リハーサルマーク C に戻りますから、ここもタラタンやってる間にもう次のリハーサルマーク、C の最初の和音をこうね、今一弦開放弦ね、弾いてる間にもう変わってなきゃいけないですよね。もうね、ちょっとこう楽譜だと飛ぶから想像しにくいかもしれませんが、もう先読み先読みしてください。はい、という感じになりますね。足でちゃんとリズムを踏まないと速いね、ものってだんだん弾けなくなっちゃってくるんですよね。でここ頑張って最初から早く練習しようとするんじゃなくて、ゆっくり1音1音1拍はどうなってるのか、そこからね練習してください。まず1拍目ここね、2ページ目の2段目からいきますけど、タンタンタン、これが1拍目です。で2拍目がタン、3拍目がジャンジャタ、4拍目がタタタラ、で次の小節行って1拍目がタンタン、2拍目が、3拍目が、4拍目が、これの合体なんです。まず覚えるということはね、もちろん大事なんですけども、ゆっくりから始めてくださいね。あくまでもゆっくりです。早くないと弾けないっていうのはちょっとね不安定なので、やっぱり、ゆっくりちゃんと弾けるようになってからだんだん速くしていく、これがもう急がば回れで一番いい練習法だと思います。はい、でまたリハーサルマーク C に戻っていきますね。はい、で、とりあえず今日ねここまでにしましょうか。また、これリハーサルマーク C を、やるんですが、途中でねこの後コーダ2に行きます。はい、とりあえずね今日ここまでにしたいと思います。難しいところなんで、ぜひぜひ、でもかっこいいですね。頑張ってみてください。はい、じゃあ今日これで終わります。お疲れ様でした。頑張って。